演舞開演。どうも、本日はいや、カルビーのフルグラ黒豆きなこ味を食べたいと思います。以前食べたフルグラのこちらは和風バージョンですね。こちらはこちらで美味しそうな雰囲気が漂ってきます。香ばしい香りがしますね。ではいただきます。やはり前回に食べたノーマルのフルグラと比べると少しきな粉の味があって香ばしさがありますね。その分甘さは控えめです。では今回はそれに牛乳をかけてみたいと思います。こんな風に牛乳が染み込んで美味しくさらに美味しそうになりました。ではいただきます。グラノーラの香ばしさが牛乳に溶けれて、これはこれで美味しいです。牛乳をかけると豆香ばしさが牛乳に少しとろけれて、それがまたまろやかな雰囲気を出してくれて、とっても美味しくなりました。もちろんそのままでも美味しいですよ。もっといっぱい食べたいなっていう欲求を抑えるのが大変です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。